なあ、これまだ続くんか。戦闘の剣、そう、戦闘の鎧、それ戦闘盾と来たが私の刀300か。うん、新しく買った剣一回でも抜いてほしいんだよな。まだ一回も抜いてないからさ。 あそこスミカなんだ、あいつ何をしてくる。あれ、そっから動けないとか。魔法戦、うーん、こいつ一発のくらいかをみたいね。ムム、60確実にドクる。僕の最大攻撃で。あらー逃げられ遠距離こそ盾で防いでほしいけど。そうだよ、弱点でさ、ひるんだ後弱点部位に魔法もう一回打ってみて。オッケー、そのまま入っちゃえばよくないと思うんですよ。いいじゃん、別に倒さなくて。追ってくるぞ。追えないって動かないんだから。穴入れて追ってくるぞ。はい、うん、で、もう一回炎、はい、顔に。あ、ダメだね。当たってはいる、当たってはいる。結構いい、しかも2発。うん、あれ、入らない、入らないか。あー、たまたま次のパターンに入るときに当たっただけか。ねえ、これ危ない。じゃあもう近距離は、あー、ダメージ与えたら近距離だ。危ないか、ここだ。もうちょいし、もうちょいし、もうちょいした。ここ、そう、え、どこ入った。わかんないよ、どこ入ってる。あ、もう武器装備状態でいくかい。うん、あ、悔しそう。惜しいな今、うん、ちょっと近づきすぎると避けられないので。うん、次いきます。はい、素晴らしい。あれ、ちょっと右にずれたかも。はい、ちょっと早かったか。はいはい。今当たってるでしょ。はい、お、これは顔にいける。あい、あった、だりゃーしゃー。そしてで、あの3匹、子供3匹やってたい。ダメか。うん、うわ、出てくんだあいつ。シュ、あと見てるだけだ。オッケー、あいつら約束を落とせよな。待てよ、経験値だくれ。はい、うわ、中岡さん、ちょっと掴んできたね。中岡さん、うわ、2発入った。うらぁ、逃げろ。はいはい、長尾さん、長尾さん、どうする。地面からか。あー、まだ、まだある。いやー、構えんな。おっしゃ、頼む。地面から。あと一回チャンスが。うん、もうちょいした、もうちょいした、もうちょいした。あー、行くぞ中ちゃん。背中だ。あ、じゃあそのイボだ。うわ、体の横にある今。うわぁ、うわぁ、だりゃー、だめか。周り見て、周り見て。はい、いたらブレス食らうから、はい、往復いる。うん、逃げよう。で、飛ばしてこないから、もうあとザコなんとか。ザコを任せろ。もう食らえないよ、ダメージは。死んだな、あ、死んだな。ぶな、
よし次来て、待って待って待てんだよ、早く死ねよ。なんだこいつ、何回切れんだよ。でこいだ。あと何発、いやー5発しか撃てん。え、魔法の草取ってるよね、使ったでしょさっき。あら違う、 HP100 か。そっか、ない。うわーやべえ、もう無駄打ちできない。バッチリ。で横のボコボコね、はいはいはい、それそれそれ、あと一発。やったーナイスファイアーソーン。まだまだザコ、うわーザコすしやられる。こんなやつなんかやられねえ。こいつにやられたらどうしたの。おお、ファイナルソード、うーん、え、キングダムじゃない、何これ、どほこ、え、洞窟しそうでしょ。カエルか、まあ、どんな敵出るかだけ見るかい、うん、あれれれれ、あ、もうすぐ、何すぐキングダムなんじゃない、あ、これ回復の泉、あれ突起帰らない、相撲でいける、うん、あー美味しい、うわーうまい、おいおい落ちるから気をつけろ。でも回復があるということは、うん、あ、まあキングダムへの道の前にまだ一艦難、うーん、でもここ拠点にできるね、金減らなず減らずに、そうね、魔法の泉、時敵がいますね、え、もう瓶とかいっぱい持ってきて、クボンやタンタラスヘア、ここ聞き覚えあるよな、全体的に。タンタラス、なんだろう、どこよタンタラスと。あっちはもうバラク、キングダム平原、うん、左からビンビン感じる、もう魔法の力が溢れてる。祭壇の上にあるじゃん、左に宝箱、祭壇、あ、ごめん、ちょっとただの、え、え、でもそれが祭壇に見えた、その奥の、あの石ですか、もしかして。そうそうそう、うわー、これはいるよ。え、やばい、ボスだ、何これ、出たらまた始まるんじゃない。そうね、え、マジか、あ、ずれただけ、いや、あ、いや、出れない、マジか、セーブすりゃよかった、俺言った。え、ザコも出んの、何こいつ、じゃあ、でもさ、はい、足遅いから魔法連打で、ちょっと待って、このワーウルフみたいやばい、さらにボスが出した、うん、おい、吸血鬼めっちゃくれる、324、こいつ逃げ打ちでいいじゃん、 あ、顔に当てたらスタン、もしかしてザコ、まあ俺みたいな見た目出した。多分武器重すぎて動けないんだよ、攻撃でいいダメージ、走ってきた。うわーマジか、読むのか、あ、素晴らしいね。あー、ちょっと薬草いっぱいあるから、うん、そこ、ストレート攻撃なんだ。やべ、ザコかもしれない。あいつ長物の意味がないじゃん。せっかく長いのにさ、そんな手前でもちょもちょ振ってるだけだったら。顔にいかないね。あ、全然食らねえや。いくら、3,40 ぐらい、思ったより食らない。ふぅ、え、どこにいるんだ、え、ちょ、ここ、うぅ、
宝箱なしか。あるある、真ん中。おう。やめろって。ごめんごめん。かわいそうすぎる。魔法の力を得ました。その魔法とは。装備してないんだわ。セール。何セール？回復か。魔法の防御膜を張り、膜それあ膜か、敵の物理攻撃や魔法攻撃を一度だけ無効。強っ。それ強っ。消費がだいぶでかそうだけどな。知らないって言ったじゃん、ローレル村は。あ、なるほど。だから違う価値わかるってことね。うん。ドッキー太いロードソード。うん、これファイナルソードっぽくない？もういや、ただの一般兵の武器だろたくさん魔法覚えたか。キングダムの南東行ってみたか。うん、特別な気配感じられるな。行くようにします。南東、うわ、あ、32もしかしてあれが王様かな。え、矢で一発だけど入れますけど。体張るでしょこの人たちがいや、反応できないって弓矢どう考えても暗殺対象じゃん。速攻狙えるよあれ。よう王様よ、うん、来ましたよ、ローレル村からはるばる。何の顔でここに歩いてんだろうな別に呼ばれたわけじゃないよ。で、服着たの若者よ。あ、違う、やっぱこっちか貴様はここのまで無礼な真似を。申し訳ありません、とても急いでいていやいや、かまわんよ。器見せイベントか。そしてどっから来たんじゃ。僕はローレル村からここのお話を聞いて走ってきました絶対走ってないだろ。ローレル村から来たとは。モンさんのせいで大変だったろう、うん、遅くなりましたがキングダムの力になるために来ました。ほう、なるほど、よくやった。長老は元気かご存知なんですか。まあな、お湯を話すとしよう。なんで立った。ドキドキしたわ。いや、無礼だって言われるかと思った立った瞬間ね、打ち首じゃとか終わりか。話せない。宝箱あった今、右に。これ話せる人が一人いる渋モンスターの根源地を攻撃するため軍を召集していたが、うん、姫が拉致された。うん、国王が直接お会いをお伝えしたいことがある。ほうほう、後ろにあったよ宝箱。あ、姫助けてからか。モンスターモンスター戦えるか。どのようなモンスターですか。我が国の姫をさらい文字ちっちゃ、国を危険に脅かしたモンスターがいるんだが、うん、姫を通り返すなら褒美を取らせよう。わかりました、行きましょう。お主にまた会えることを祈ってるよ。その怪物は地下宮殿神殿にいると確認された、うん、大事に聞いていただきたい。一番上だ。34か。うん、でもここが 34? セブ、違う違う、宝箱だと思う僕。ほら、ジャイアントトロル。セル。いや、それはまあ、うわ強そう。待て中ちゃん、それはね、魔法でいいかもしんない。で、ってない、ちゃんと頭に当てて。ちょっとしか入ってない。え、こいつ枠のバグなのかな。懐かしの攻撃じゃ。でも動き早いぞ絶対。やっちまったか。なんじゃこれ減ってなくね。全然減ってない。何これ来ちゃダメじゃん今3段目でようやく1メモリ減ったわ。1ミリキャンセル消えた。一発だったらいくらになるか知りたいような。今62覚えとくあ、そう、でもスタンしてる。お、マジで、うん、あー一瞬ね。うお、はー
90やめろ。あ、帰れるかもね。マジで。わかんないわかんない。帰れる。あ、バフ？うん。7？ で、攻撃力上げる？上げた方がいいな。だって勝てないよね。絶対勝てない。お、11。これ勝てる。で、セルにしよう。うん、こっちで MP 使った方がいいな。じゃあレベル3ぐらい上がってんだろ、僕今。あ、それは食らってるわ。でもったいないか。いやでも倒せないよりはいいんじゃない。そうだね。こいつ邪魔くせえな。こいつ体力高すぎない？セルだ。なんでセルしたでしょ僕今。何食らってる。なんだこの光。あ、バフの効果じゃないかな。あ、そっか。セル。1時間って1時間。邪魔邪魔邪魔。セル消えた。え、捕まえてる時に最悪薬草使う。うんうん。いやー、こいつの攻撃でセル消えんの切ないな。やっべやっべやっべ。あれで掴みか。くらう。ボーボー。あー返せる。生き返りは使っちゃった。セルここ32レベルじゃない。もう3桁のお題だね。でその間多分300も倒してらんないって。でこれもう死ぬでしょ。これ死ぬってマジ。セルセルハハ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 ハ。はい、皆さんお楽しみに、うん、お相手はローレル村からはるばるここまでやってきました。はい、打倒アンデッツ、うん、ファイナル坂本、うん、そして俺はさっきのトロル中岡慎太郎この両目でした。はい、仕上げバイバイ。